あれ今週3連休じゃん。改めましてどうも、愛知です。さて皆様、カレンダーちょっとチェックしていただくとですね、今週3連休で、実は来週も3連休なんですよね。ハッピー。夏休み明けの1週間ってめっちゃしんどいですよね。でそこをまあ踏ん張りましたと。みんなお疲れ様でした。で今週も踏ん張ればさ、3連休来て、で来週も3連休って結構メンタル的にもさ、いいよね。ありがたい時に3連休が2週続くんだけど、その後のカレンダーも実はちょっと見てほしくって、3連休2回続きます。その後2週間通常週が来ます。でその後実はまた3連休なんですよ。で2週また通常週入ったら次また3連休なんです。これが11月の1週目になるのかな。でその後が冬休みまでないんですよ。3連休通常週が続くんです。でみんながどう感じるかは人それぞれ違うとは思うんですけど、3連休の週と通常のね5日稼働の週って実は結構リズムが変わります。でそれによってテンポが崩れてしまう方も実は少なくないんですよ。でなんで今回この話をこうやってね話してるかっていうと、特に受験生の方は意識してほしいんですが、そのリズムってすごく大事です。つまり毎回さ、3連休が来るごとになんかテンポが崩れてダラダラしちゃう日が出てる。でそれダラダラもさ、意図的に休息を取ってるならいいよ、いいよね。だって次頑張るための休息なんだから。でもうわやべやらかしたみたいな、でこのやらかしたが特に受験生は1日やらかしたらでかいんだわ。だってもう日程ないんだから受験までね、やらかしてる場合じゃないの。だから3連休がある週だろうが、その通常週だろうが、通常週はこういう風に勉強していくといい、3連休は3連休をこう使ってやっていくといいっていうのを自分の中で作り上げておいてほしい。先週は通常週だったね。で今週は3連休の週なので、まあ、3連休の週が2週続くからさ、今週と来週はこういう風にやっていこうっていう自分の中で3連休のこの1週間ね、1週間をどう使うのかっていうのをしっかり決めて実行してほしいの。実際にやる量はさ、人によって違うじゃん。目指してるとこも違うし、これは1、2年生もそうだよ。定期テストでどこを目指してるかにもよるんだけど、例えばね、やってほしいのは1週間、まあ、今日月曜にもし動画を見てくれてるんなら火曜から来週の月曜までで構わないので、一週間かけてこれをやろうって決めてみ。まず一週間の目標だよ。決める。英単語の量なのか、ワークの数なのか、過去問の数なのか。それはみんなで違うけど、量を決めてくれ。で、それを決めたら、じゃあまず火曜にこれをやって、水曜にこれをやって、みたいな分割でそれを終わらせるためにそれを区切って作ってごらん。で、この一週間のスケジュールを決めるときに、他の動画でも話してるけど、俺は調整日を作るべきだと思ってるの。例えば、木曜に一日、あとは日曜に一日とか。つまり、木曜に調整日で予定に使わない。火、水でずれた分とか、反復する量も出てくるからさ、それとかを木曜にやって調整をする。で、金、土でずれた分を日曜に調整するみたいな。まあ、それは週1日とか2日、まあ、あとはもう作らなくてもいけるしってことは作らなくても構わないんだけど、みんなが絶対やりきらなきゃいけないのは、1週間で決めたことをちゃんと1週間でやりきること。これができるかどうか。その計画の立て方なんていいんだよ、別に。他の人と違くたって構わない。自分で立てたものなんだから。で、あともう一個大事なのは、予定は最初にさ、7日間組むでしょ？組んだ通りに行かなきゃいけないわけじゃない。計画は崩れるから。絶対的に崩れるの、計画は。だって分かんないんだもん。反復するものが何が発生するとか分からないんだから。で、それを、例えば月曜がペースオンしなくて、ちょっと足らなかった。できなかったってなったら、それをどこで、ね、他の日でどうやって調整するのか、どうやってペース配分を変えるのかって、うまくやりくりしてって、一週間経った時にちゃんと終わってれば、それは OK なんだから。それをちゃんと自分の力でやりきるっていうのを、ぜひ今週一週間大事に過ごしてみてください。はい、ということでここまでお付き合いいただきありがとうございました。今回本編でもちょっとね話したことなんですけど、休息についてちょっと伝えたいことが噛んで感じた伝えたいことがあるので、この枠お借りしたいと思います。で何かっていうと、みんなもさ、普段こう勉強とか、まあ、スポーツ頑張ってる方もいると思うんですが、休息は取るじゃん。普通に練習の合間の休息だったりとか、今日はオフだからね、休息を取ろうっていう1日単位で休息を取る日もあると思うんですけど、その休息、まあ、休憩ね、何のために取りますかって聞かれた時に、次頑張るために
休息を取るんです。でこの考え方をすごく大事にしてほしい。でこれはね、その、まあ、俺もそうですけど、何かを継続して努力をしなきゃいけない立場にいる方、スポーツでも勉強でも継続した努力だよ、その方っていうのは俺の周りもそうなんだけど、すごくこの考え方を持ってる人が多いなって39年生きてきてすごく感じてる。みんながみんなじゃないよね、でも多いなって思ってる。でなんで今回これをみんなに伝えてるかっていうと、みんなもさ、勉強の合間に休憩取ったりとか、そのスケジュール的に今日は勉強ね、午前中だけで午後はオフにしようって日もあるじゃんか。そのオフをしてる、で休息を取ってる時に、次頑張るために自分に今どんな休息が必要かなって視点で休息を取ってほしいんです。でその次頑張るために休息してんだからいいじゃんっていい意味で割り切ってほしい。そうするとあのね、よくあるのが休息取ったりとか休んでると、それに自己嫌悪になる子がいます。周り頑張ってるのに休んでる場合じゃないんだけどっていう自分にダメ出しをしちゃう子がいる。いやもちろん大事さ、その意識は大事だよ。そこまで追い込んでもっとストイックに頑張ることも大事さ。でもさ、頑張り続けられるか、24時間ずっと、それはきついって、心が疲れちゃう。だから心にしても体にしてもそうだけど、休むのは必要なの。なのでそうやって割り切ってあげる。ここまで頑張ってきたんだから、まず一旦休息取らせてやるよ、いいじゃんって、自分にだよ。だってみんな友達には言えるっしょ、それ。めっちゃ頑張ってる友達おります、でその子はストイックにやってる、いやちょっと休めよって言えるでしょ。まあ俺もね、みんなだから言えるってあるよ。俺自分にはちょっと言っちゃうからさ、よくね、あるんだけど、でもやっぱり周りのね、友達にも言えることは自分にも言えなきゃ、優しい言葉声かけてあげなきゃ、そこはすごく大事なので、ぜひこれから特に受験生の方はそうです。あのどん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 メンタルがね、こう追い込まれていって、もっとやんなきゃ、もっとやんなきゃ、もっとやんなきゃって思っちゃう。でもそういう時だからこそ、やることやってんだったら休息は必要だから、今は次頑張るために休んでんだ、 OK 自分で、次頑張るためには今どんな休息が自分が必要かなっていうのを自分と向き合って話し合って決めてください。それができるようになると、これは学生時代だけの話じゃなくて、働くようになってもすごく大事、すごく武器になるから、ぜひ意識してもらえたらと思います。俺も頑張るからさ、ね、お互い頑張っていきましょう。はい、ということで本日もね、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。また来週動画撮っていきますので、よかったらそちらもぜひ見てみてください。では今週1週間もお互い頑張っていきましょう。それじゃあまたね、バイバイ。